無料公員跡無料公員跡は岩手県平泉町にある史跡である。無料公員は藤原秀平が京都の平等院を模して建立した寺院であった。当時は平等院の規模をも上回る、きらびやかな寺院であったが、度重なる火災で消失し、今日では土塁や祖跡が残るのみである。寺院跡は無料公園跡として国の特別史跡に指定されている。 2011年6月26日、平泉仏国土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群マイナスの構成資産の一つとして世界遺産に登録された。欧州市の餌市、藤原の里に再現された無料公園、平安時代末期に欧州一帯に勢力を振るった欧州藤原市は、初代清平が中村寺、二代本平が毛辻を造営した。 そして、三代秀平が建立したのが無料公園である。無料公園は、欧州・藤原市の本拠地平泉の中心部に位置し、アズマ・にも無料公園の近くに、欧州・藤原市の成長、平泉館があったと記載されている。アズマ・文治5年9月17日上によれば、無料公園は、京都風寺市の平等院を模して作られ、新御堂と合した。新御堂とは、 もう辻の死因の意味である。発掘調査の結果、c は、東西約240メートル、南北約270メートル、面積約6.5ヘクタールと推定され、平等院よりも規模が大きかったと推定される。本尊は平等院と同じ阿弥陀如来で、地形や建物の配置も平等院を模したとされるが、柔道前に瓦を敷き詰めていると池に、中島がある点が、 平等院とは異なる。本堂の規模は、鳳凰堂とほぼ一致だが、翼廊の長さは一軒分長い。建物は全体に東向きに作られ、敷地の西には、近景山が位置していた。配置は、庭園から見ると、夕日が本堂の背後の近景山へと沈んでいくように、設計されており、浄土思想を体現していた。本堂があったとされる、中島の後、 欧州藤原市の滅亡以降、無料行員は度重なる火災で消失し、今日では、鳥や礎石、池跡が残るのみで、跡地には水田と松林が広がっている。1952年に行われた発掘調査によって、本堂や庭園の規模や配置が明らかになり、あずま鏡の記述が裏付けられた。1955年に国の史跡に指定された。 2012年より中島と池の復元、整備が進められている。ありがとうございます。